こんにちは。以前ですね、こちらのケーブル止めを作らせていただいたんですけれども、SNS の方でですね、輪針をまとめることもできますねっていうことで教えていただいて、で以前から輪針がね、整理できなくって困ってたんですよね。でね、とっても良いアイデアをね、教えていただきまして、どうもありがとうございます。なのでね、今回は輪針をね、止めれるような感じのものを、これを使って作ってみようと思います。で、私が持ってる輪針なんですけども、結構ありまして、以前、1号針の輪針を購入したんですけど、そちらの動画も上げさせていただいてるんですが、ニーナメタルさんのね、1号針を購入して、すごい使いやすいっていうのを、連呼してたんですけど、古いから使いにくい、使いにくいって言ってたやつが、これですね。もうね、かなりの年代もので、でもね、全然使えるので、まだ使われてる方いると思うんですけどね。なんかね、文句ばっか言ってすいません。これ10号ですね。10号の短いのと、全部10号ですね。これがね、10号のちょっと長いやつ。うん。でもね、全然使えるから捨てる必要ないですもんね。で、これは最近、ユーザーやさんで購入したものかな。まあ、結構細いですかね。棒針もね、したいので結構買うんですけど、なかなかね、まだ上手じゃないから、作れてなかったりとか、あと、続かなかったりしていますね。で、こちらがね、止めてみたんですけど、こちらは全部100円ショップさんで購入したものですね。これね、ちょうど、作ったやつでまとまったので、いいや、と思って。うん。これ、全然、バラバラにならないから、このまま使えちゃうなって思いましたね。もうちょっと幅が長くても全然いいと思いますね。このぐらいまとまっててくれると、バラバラしないから、いいかなと思っていて。で、あと、その種類別っていうか、だと、取り出しやすいと思うので、これが100円ショップさんの、とか、これがユーザー屋さんの、とか、これはもうこれでね、一つにしようと思っていて、長いやつはね、こうくるっとして、こんな感じでね、まとめると、コンパクトにもなるし、いいかなと思うので、この長さぐらいですね。これが9目なので、15ぐらいかな。じゃあ15で作ろうと思います。まず15ですね。これはまた後ほど。15のを作ります。今回はこちらのオパールですね。で作ろうかなと思います。この赤いところで作りたいんですけどね、まだしばらく出てこなさそうなので、すいません、ちょっと音がね、すごい鳴っちゃってて。コメントでもね、ご指摘をいただいたんですけども、申し訳ないです。多分イヤホンで聞いてるとね、相当耳にね、大きくね、流れちゃうと思うんですよね。で、オパールはですね、5号で編んだので、以前こちらですね。なので今回も5号で。で、ちょっと大きくなるから、そうですね、でも13か15だから、15でいいかな ?15 で。パールで、5号針。50号ですね。3.0 ミリで編んでいこうと思います。作り目を作って、1、2、3、4、1、2、3、4、5。このぐらいですね。ちょうど私の指が3本分ぐらい。うん。ちょうどいいんじゃないですかね。ちょっと長いけど。まあ他にも使えるし。長めでいこうかな。この大きいのを2個ポンポンってつけるとしたら、
17の方が良さそうですね。17にしますね。15、16、17、10、立ち上がりなので18ですね。全部で18目。で、この裏山ですね。ここが最初の目だから、ここの次ですね。次の、くるっとひっくり返して、ここですね。ここの裏山を拾っていきます。で、あんまり目がね、詰まっちゃうと、厚みが出ちゃって、ホックが作り、つけにくくなっちゃうと思うので、気持ち緩めがいいと思いますね。はい、裏山を拾っていきます。ほんとね、これちっちゃいからね、もうほんとすぐ出来上がるから、楽しいんですよね。まあ、便利グッズみたいな感じなんですけど。ちょっとね、なんか大きいものとかだと煮詰まってきちゃうのでね。こういうのいいですね。なんか合間にこうコースターを挟んでみるとかっていうのもね、アクリルたわしを挟んでみるとかいうのもいいと思うんですけどね。まあちょっと糸がね、細いんでね、気分転換になるかどうかはわかんないんですけどね。そうですね。糸がちょっと細いから、大変といえば大変かな。どうもね、画角の真ん中に私来れないんですよ。なんか座り位置が多分ダメなんでしょう。最近あれなんですよね。大晦日の笑ってはいけないよね。見ていて、Hulu さんでね、放送されてるんですよね。まあ、録画もしたんですけど、Hulu で見ると、コマーシャルないんですよ。すごい見やすくて好きなんですけど、で、もう一通り全部見たんですね。で、面白かったからね、もう一回見ようと思ってんですけど、なんかね、限定配信なんですよね。で、それがね、1月の19日までで、そうなんですよ。だからね、もう一回見れるかな。見たいんですけど、何回でも見たいんです。で、この糸端はね、ちょっと巻き込みますね。二段目で巻き込んじゃいますね。ここまで編んできました。とですね、1、2、3、19段ですね。まあ、あんまりね、緩くてもどうかなと思うので、19段でやってみようと思います。もうちょっとでね、ピンクが出たんですけどね、惜しいですね。はい。で、この、こっち側はもう編みくるんでるので、糸始末をしちゃいます。で、この白い方を使おうと思います。ちょっとね、大きいんでね、これが。どうかな。どうしよう。もうちょっと念のためにあと一段編みますね。この黒いのと白いのね、大きさ違うんで。これはね、棒針で編んだので、結構伸縮性がね、いいんですよね。あと、まあ、パフェなんでね、そもそもの糸の伸縮性があるので、この白いね、やつでも大丈夫だったんですけど、オパールで、かぎ針で細編みなので、ちょっと心配ですよね。あんまりきつくても。じゃあ20段ということですね。やってみようと思います。ピンクね、出てきましたね。だから結構ポツポツが入ってるやつなんかはいいかもしれないですね。
使う量がそんなに多くないから、あんまりグラデが出てこなかったりする糸もあると思います。まあ十分綺麗ですけどね、そもそもの色がやっぱり綺麗だから、惜しかったですね、これね。最後の一段にピンクが来た。はい、これで20段ですね。で、これ四角形なので、こっち向きでもいけるんですけど、やっぱりね、こっちの方が伸びると思うので、この向きでいいと思いますね。あ、でもピンクがね、ちょうど端っこに青が来て、ピンクが来て、かわいいかも。うん。そしたらですね、表と裏。まあ、好みだと思うんですけど、こっちをじゃあ表にしようかな。それで、この、どこら辺だろう。ここでいいかな。あんまり奥じゃなくていいと思うんですよね、今回は。まあ、ちょっといろいろ刺してみて、しっくりくるとこですね。このぐらいにしようと思います。そしたらね、以前の動画でもあったんですけど、このね、頭がどんだけ出るかっていうところにこう、大事なんですね。ここ。で、ホックがつけれるかどうかなんで、このね、周りをこう、鳴らしてあげて、うん。なるべくね、頭が出るようにしてあげて、そして、こう置いて、で、傷がつくのでね、こういうのも置いてあげて、で、なんかこういう硬いものでね、そう、あのね、あれなんですよね。大丈夫な時はこういうね、ガチって音するんですよ。いい音がするんですよね。で、前回ね、前回っていうか、こちらね、以前作らせていただいた時はね、なんかね、鈍い音するんですよね。ちゃんと頭が出てないとね。あれ？でもよく考えたら、こっちの方がね、頭があれかも。これ高さ違う？あー、そうだ。わかりますかね？わかりにくいかな。このね、白い方がね、多分この頭長いんですわ。長い。あ、そっかそっか。だから、以前の動画で結構苦戦したんですよね、これつけるの。こっちにしたらいいです。うん、こっちだったら、ちゃんとはまる。そう。これね、たまに外れちゃう時あるんで、うん。注意してね、ここ剥がすようにしてるんですけど、なるべくね。うん。そうですね。うん。毛糸でね、これ使うとき、こっちだ。この白い方。大きい方。13ミリの方。買われた方がいいです。あー、気づかなかった。なんかね、この黒いのつけにくい。っていうか、まあ、そもそも無理してるところがあるから、しょうがないんですけど、高さが違うんですね。うんうん。そっかそっか。以前の動画の時に気がついてなかった。ごめんなさい。いや、でも気づいてよかったですよね。よかったよかった。ぜひぜひこちらのね。あと、他で買われる時も、ここの高さね、ちょっと袋入ってるから、見づらいかもなんですけど、うん、この高さね、ちょっと、高いものがいいですね。何ミリって言われるとちょっとわかんないけども。まあ、こちら、セリアさんで100円で買えるので、これがおすすめだと思います。うん、他は私もちょっとどうかな。いろいろまだこれからね、見てみようかなと思います。これね、使えるとほんとすごいね、いろんなもの作るの楽になると思うんで、ね、
ちょっとね、私もあれなんですよね。ご紹介してるんですけど、なんかね、取れちゃったりしてたから、大丈夫なのかなとか、申し訳ないなとか、思っちゃってたんですけど、よかったよかった。で、こっちですね。こっち側と合わせるので、同じやつね、つけますね。で、また同じようにね。よし、大丈夫ですね。うんうん、こんな感じで綺麗につきますね。そしたらですね、大丈夫かな、多分大丈夫だと思うんで、切っちゃうか。切りますね、ここね。うん、で、糸始末をします。でね、ここね、こうこっちまで通してあげた方がね、途中で糸出てこないんでね、いいと思いますね。ぴょこっとね、ちょっと大変なんですけど、もうちょっと細いね、とじ針でやったらもっと楽なのかな。ちょっと太いね、こう、よいしょ。うん、オパールね、細いけど、このぐらいの、ほら、すぐ終わる感じだといいですよね。あんまり時間もかからないし、負担にならないですね。いや、このね、ホック使えるのはね、本当に便利ですね。今、他にもね、作りたいものがね、いっぱい出てきましたね。極力、縫わない方向性でね、やりたいですね。はい、こんな感じでね、こっちまで通してあげて、で、こうちょっと引っ張って、で、ここでカットするとね、途中出てこないんで、こういう風に始末すると綺麗だと思います。そしたら、こっちと合わさる感じでね、こっちもつけてきますね。なんか自分がすごい困ると結構ね、頑張って考えるんですよね。こう、こういうイヤホンホルダーとかもね、実際なんか困ると考えますよね、人間って。はい、できました。こういう感じですね。そしたらですね、これ今ちょっと別ので押さえてたんですけど、こういう感じでこうですね、パチンパチンと、うん、あ、すごくいいですね。長くなった分、ホールドする面積も広がるから。で、こちらは100円ショップさんのやつなんですけど、これね、あんまり、多分コードが太いからだと思うんですけど、あんまりバラバラしないんですよ。これだけ止めてあげるだけで。そう、だからね、これで十分、長くなくても大丈夫ですね。これはね、ちょっと、コードが硬いからかな。硬めでなんか反発力あるから、ちょっと長くしてあげるといいと思います。もうでも全然これでね、あれですね、まとまるから全然いいですね。うん。で、この黒い方でもう一個作ろうと思ったんですよね。こっちの、これ、ユザーヤさんで、購入した輪針ですね。ただね、やっぱりこっちの白いやつの方が、頭が高いから、綺麗につくっていうか、失敗なくつけられるので、これね、また買ってきて、で、また作ろうかなと思います。はい、こちらですね。セリアさんで購入してきました。すべて13ミリ。のものを買ってきました。
で、いろんな色がありましたね。白はね、使いやすいんで、買ってきて、で、あとこちらがね、ミルキーっていう色で、ちょっとなんだろうな、くすんでるパステルみたいな感じですね。他にもね、色はありました。うん。で、自分のね、持ってる糸と合うような色をね、ちょっと選んでみました。このミントグリーンと薄い紫かな。薄い青っていうか、紫がちょっと多い感じですかね。バーコードナンバー同じなので、バーコードナンバーはこちらになります。白はこちらですね。で、あと、大きめだとメタルホックっていうのがあったんですけど、ここがシルバーになっているもの。それは、2組入りだったと思います。シルバーだと、毛糸の色を何でも合わせやすいと思うので、いいんじゃないかなと思います。欲しかったんですけどね、もう鏡みたいになっちゃってて、動画向きではないなと思ったので、ちょっと顔がね、バッチリ映っちゃってたんで、やめておきました。で、こちらですね。これが、薄い青かな？うん。を使って作りました。こちらはですね、ユザーヤさんのフリーソックを使って、こちらと同じ目数ですね。で、作りました。ちょっと話は変わるんですけど、なんかアフガン編みっていうのを、まあ皆さんね、されてるんですけど、気になってはいたんですけど、ちょっと一から勉強するっていうか、ちょっとめんどくさいなと思ってて、なかなか手が出せずにいて、自分が作りたいものとかがなんか優先しちゃってたんですけど、知識ゼロでね、今編んでみたんですけど。だからもう合ってないとは思うんですよね。もう自己流を超えたっていう感じだと思うんですけど。私のアフガン編みの知識は、ここに一杯目があるっていう。それだけなんですけど。今適当にやってみたんですけどね。本当に想像でやってみたんですけど。これが何編みなのか、果たして名前があるのかもわかんないんですけど、かわいいですね。こういう編み地、かぎ針だとできなさそうかなと思うんですけど、で、裏はね、こういう感じですね。なんかガーター編みみたいになってますね。でも、棒針みたいに編み地が薄いかっていうと薄くはないんですよね。不思議ですね。で、おそらくこれなんかいろんなとこ拾うといろんな編み方できそうだなと思って、これでね、やってみた。普通長いやつでやるんですよね、多分ね。でもこれでもね、ちっちゃいものならいけますね。うん。だから、これも多分できると思います。編み地が厚いけど多分大丈夫だと思うんですよね。そうですね。面白いですね。ふかふかはするけど。だから長いやつがあったら、マフラーとかもできるんだなぁと思って。この編み地のマフラーはいいなぁって思ったんですよね。なんかね、ふかふかするんですよね、これ。穴は開いてるんですけど、アフガン針、100円ショップさんで置いてないですもんね。こんな長いやつはね。短いのだったら、こういうグリップついてないやつでも代用はできるから、まあ、このぐらいか。うん。だから、ここにこう、紐がついててくれればね、長いのできるんですけど。面白いですね。伸びるしね、結構。ま、そんな感じです。
なんかこういう無謀なことするのは面白いですね。なんか知識がない方が、なんか、ね、自由にできて面白かったりしますよね。はい。ということで、今回はこちらの輪針ホルダーですね、を作ってみました。そうですね。これね、毛糸で、ホックをつけるときは、大きい方がいいです。それがよくわかりました。こちらのね、13ミリがいいです。あんなに苦労してたのに、こんなにあっさりつくとは思わなかったですね。まあ、それもいろいろやってこそですね。かなりね、苦戦しましたね、やっぱね。つかなかったから。じゃあ、また何か新しいものを作ろうと思います。最後までご視聴くださいまして、どうもありがとうございます。よかったらコメントと高評価どうぞよろしくお願いします。ではまた次の動画で。どうもありがとうございます。